標はあったんですけど、マジ練習を最低限は昇格っていうのが今年の目標だったので、まあ、それはつかめたので良かったと思います。まあ、昇格が決まっている中で難しい状況であると思うんですけど、まあ、このチームでやるのは残り2試合なので、いい雰囲気で残り2試合勝って優勝を決めて昇格を決めたいと思います。勝って昇格と優勝一緒に決めるっていう最高の終わり方はできなかったんですけど、まあ、昇格が決まったのでこの一瞬は喜びましょう。はい、応援ありがとうございました。はいはいはい、まあ、最後勝って決めて優勝も昇格も一緒に決めたいっていうのはあったんですけど、まあ、最低限引き分けで昇格決めれて、最低限のまあ目標は達成できたので、今この一瞬は素直に喜びたいと思います。まあ、最初試合始まる前にもミーティング全体で言ったんですけど、もう舞台は整ったと、あとは自分たちがやることをやって結果残すだけだと、まあ、いい条件で入ったし、自然と雰囲気よくみんなモチベーション上げて入れたので、まあ、やっぱ勝って決めたいというのはあったんですけど、最低限引き分けで決めれたので、そこは本当に良かったし、応援してくださった皆さんに本当に感謝したいと思います。まあ、引いてくる相手が多いので、自分たちが攻撃している中で、相手のペナの近くでボールを回すという機会が多かったので、まあ、転んでファールとか、ハンドでの PK も今年3回目ぐらいだったので、まあ、PK はもうそんだけ蹴ってるので絶対決めるっていう自信があるので、まあ、そこは落ち着いて決めれてよかったと思います。昇格は決めたのですけど、やっぱり優勝で決めたいというのはあるので、残り2試合みんな出せる全てを出して優勝を飾りたいと思います。応援ありがとうございました。まあ、昇格できたことは嬉しいことで、まあ、自分たちが目標にしてたことだったんでよかったんですけど、やっぱりよく言えば勝って優勝も同時に決めたかったかなっていうふうに思ってます。この新チーム始まってからずっと昇格っていうのを目標に1年間やってきたので、まあ、その部分では良かったですけど、やっぱり勝てた試合 でもあるので、しっかり決めるとこを決めて、まあ、優勝を決めれたら良かったなと思います。ここ2試合やっぱ引かれた相手でなかなか難しい中で、もっとなんかできたよね、2人。まあ、立ち上がりの入りだね。まあ、そこはもっと4年生がこう声かけできればなと思ったけど、まあ、あれはしょうがないですよ、もう終わっちゃったんで。で、そこで前半のうちに追いつけたのが、まあ、良かったかなと思います。あそこで決めきるのが多分一部の選手だと思うんで、そこの違いが出ましたね。そうだね、決めます、次は。